こんにちは、ゆきです。今日はね、チョコエッグなんですけれども、久しぶりのね、前回、ディズニーのチョコエッグパート4かな4かな、うん、をやったんですよ。で、またやろうと思ったんだけど、4が売り切れてなかったんですよ。うん、なくて、一番最新のね、この間言ったらこの5、5ですね。はい、こちらです。ディズニーのチョコエッグパート5、こちらを買ってきました。あの4をね、買おうと思ったんだけど、もうなくて、この5にしましたね。はい、とりあえず2つ買ってきました。はい、まあね、あのディズニー系って言ったら、あとプッチョもありますよね。うん、プッチョのツムツム系だったかな、あれもね、やりたいって言ってたんだけど、あれもね、どこ行ってもないんですよね。うん、とりあえずだから、これ5を買ってきて、今から開けて中身見ていきたいと思います。でね、またチョコレートは毎度おなじみ、こちらのね、お皿に入れてね、後で食べたいと思うのでね、このお皿に入れていきたいと思います。じゃあ早速1個目、オープン。あー、そうそう、横はね、こんな感じなんですよ。うん、ここにはね、ベイマックスがいるんですけどもね。はい、お、卵はオレンジの包み紙じゃない、包み紙っていうのかな、まあ、くるまってますね。じゃあこれを開けていきます。はい、抜けました、チョコエッグ。じゃあこれはね、中割りたいと思いますね。でね、もう一個の方もね、割っちゃいますね。中開けてね、いっぺんにやっといた方がね、いいもんね。じゃあ2つ目、はい、出てきました。これもね、割っちゃいますね。2つ目、じゃあカプセルあるのでね、中開けていきたいと思います。はい、お待たせしました。やっぱり、ね、毎度おなじみ、開けられなかったんで、あのまた開けてもらいました。はい、ちなみにね、開けていく前に、全今回は13種、シークレット1ということですね。じゃあ開けていきます。トゥトゥトゥー、オープン。あ、なんか落ちた。オープン。あーあーあー、やりました、ミッキーマウスが出ました。こっちか、これ出ました、ミッキーマウス。ちょっと組み立てるよ。はい、お待たせしました。はい、ミッキーマウスです。はい、でね、そうそう、ラインナップはね、こんな感じなんですよ。今回ミッキーマウスが出たんですけど、あと他に、ミニーマウス、サリー、トンスケ、ミニバニー、ミニバニーにチップ、デール、エルサ、ベイマックス、ヒロ、アースラー、スティッチ、シンデレラプラス、ガラスの靴、シークレットということですね。はい、はい、じゃあ次2つ目いきます。オープン。トゥットゥドゥ、今度は何かな、よいしょ、あれ、今度はなんだ、じゃじゃん、お、次ベイマックスが出ましたね。はい、じゃあね、こちらも組み立てていきたいと思います。はい、ベイマックスできました。こんな感じですね。うん、はい、こんな感じです。とまあね、今日はですね、はい、こちらですね、チョコエッグのディズニーキャラクターパート5をやってみました。やってみて中身が出たのが、ミッキーマウスとベイマックス、この2つが出ましたね。はい、気になる方はですね、コンビニとか、まあ、スーパーさんにもあると思うんでね、気になった方は探してみてください。やってみてはいかがでしょうか。できればね、これはね、何種類だっけ、全13種、シークレット1なので、全部揃えられればなと思っています。まあね、あったらまた買って、着々とね、コンプできるように揃えていきたいなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。バイバーイ。